もしもし、はい、営業さんの番号じゃないですかね。はい、そうですか。050のですね、はい、なんか3369っていう番号から、はい、ちょっと電話、なんか NHK のなんかお金くれっていう電話かかってきて困ってるっていう人がちょっと相談を受けてるんですけど、はい、これ一体何なんでしょうかね。その何なんですかって言ったら、ちょっとうちの出演者さんからね、はい、ちょっとかけ直しても電話出ないっていうんですよ。よくわかんないんですか。もうね、電話がかかってきて、はい、どうもなんか受信料滞納してるからみたいな留守番電話が入ってるんですけど、はい、いくらかけ直しても回線がいっぱいでね、はい、お待ちくださいっていうメッセージがずっと出たままでね、いくらかけ直しても出ないん でちょっとうちの出演者なんですよ、はい、で出演者から僕のとこへちょっとクレームが来たんで、はい、それでちょっと営業に聞いてみようと思ってちょっと電話させてもらったんですが、あ、そうです。ちょっと担当と変わりますんで、ちょっとお待ちくださいね。すいません、はい、すいません、ちょっとね、はい、スポーツの PD やってる山田っていうんですけど、はい、ちょっとうちの出演者からですね、ちょっとクレームっていうか、ちょっと大事なちょっと出演者さんからね、050のっていう番号からなんかたびたび電話があって、はい、受信料滞納してるから払ってくれみたいなことを言われてて、はい、で折り返してもこの番号つながらないっていうか、電話出るんだけど回線塞がってて何時間も待っても出ないっていうんですよ。でちょっとこの番号どういう意味合いなのかとか、ちょっとそれを教えてほしいと思って、で、お話ししてもらったんですけど、はい、そうですか、ね、NHK ふれあいセンターって言ってるんですけどね、はい、ふれあいセンターの方から、はい、こちらの、僕もね、何度もかけてみたんですけどね、ちょっとうちの先生が言うようにね、ほんと繋がらないわ、はい、ちょっと今かけてみてもらえるわかるけど、ずっとこちらは NHK ふれあいセンターですが、そのただいま電話が大変混み合っておりますので、ずっとそればっかりだわ。はい、で何時間待ってもっていうか、さすがに待ってられないんで 2,30 分待ってるけど、ずっとそのメッセージなのよ。はい、でこれどういうことなのかなと思って。どういうことと言いますと、あの NHK の方で、あのお客様の方に、うん、ご連絡いただく際に使っている番号ですけど、どういうことと言いますと、その出演者の方について、あの多分この滞納の場合ですね、うん、NHK の方から、うん、あの電話を使ったですね、うん、あのお支払いのお願いとかしてますので、うん、それに伴うものだと思うんですが、ちなみに何という方とか、そういったことが教えていただけない。あ、だから出演者の人の、まあ、正直言うとちょっとお父様のようなんですよ。どういう、まあ、電話してね、その、まあ、不払いをしてる理由とかを言いたいんだけども、はい、まあ、お母様が出て、でお父様がかけ直してもこれ出ないんで、はい、それでちょっとその支援者通じて私そこにクレームが来てて、これ本当に NHK なのかと、こんな詐欺師じゃないのかっていうね、まあ普通そう思うじゃないですか。あの繋がってもですか。いわゆるその050の番号だしね、かけてくるだけはかけてくるのに、うん、あ、ちょっと待って、もしもし、はいはい、うん、あー、じゃあ、うん、あー、オッケーオッケーオッケー、はい、あ、ごめんなさいね、はいはい、すみません、はい、うん、だから050でかけてきてね、はい、折り返しても繋がらないっていうと、なんか詐欺集団じゃないのかっていうか、その本当にこれ NHK なのっていうところからその出演者が問い合わせがあってね、で私も電話しても確かに出演者言う通りなんですよ。だからこれかけるんだったらかける専用番号にするなりね、その折り返した時にせめて対応できるようにしとかないと、あのまずあのおっしゃっているあのふれあいセンターの方なんですが、うんうん、あの営業以外のですね、うん、あのお客様 の、 あの視聴者の方から の、うん、あの番組に対する問い合わせとかご意見と含めて、うん、あの行っているものなんですね、うん、で今のすいません、そのご要望というのはそれはあの NHK の、 その、まあ、組織全体で、うん、あの話し合っていくところだと思うんですが、うん、あのそういった番号のところがあのしかつながるようにということで改善を予防されているということですよね。いや、あのね、その
一時的に回線がつながらないんだったら分かるんだけど、これ ですから、あの、申し訳ない、今のこちらおかけいただいた中央営業センターというところの、部分と、分かれてですね、今のコールセンターというところを、あの、設けてですね、あの、そこで、あの、まあ、全国にコールセンターいくつかあるんですが、そこで、あの、電話がですね、あの、次々、あの、つながるようになってるんですよ、システム的には。はい、あの、そういう状況であって、ね、うん、だからその次々つながってるんだったらいいんだけど、これ、出演者も言うとけど、じゃあ、僕も何度も昨日からかけてるのよ、この番号に。でも、何度電話しても、分かります、分かります、分かります、ね、だから、せめてちょっと回線数増やすのになんかしてくれないとさ、そう、こっちとしたらさ、困るのよ、その NHK って看板人だからさ。いや、うん、もちろん そうですし、同じように、だから、なんかメッセージでさ、その、かけ直した場合は、どこどこかけ直してくれとか、なんか入れとかないと、これ、その、何時間待たすの、しかもフリーダイヤルでもなんでもないから、申し訳ないんですけど、うん、あの、そのご要望をですね、どこやったらいいの、営業の。ちょっと俺もその今出先からさ、うちちょっとあのうちの女の子にあの営業の番号ちょっと適当に教えてって言ったらかけたんだけどさ。ちなみにそのお客様っていうのはどこにお住まいなんですか。ああ都内だけどちょっとそれ辺は分からないけどね。分かります。そのお客あの出演者の両親だから、うん、ちょっと住まいは分からないけども、いや、今言ってるのはね、これ NHK のどこの窓口に言ったらいいの、うちのだからこれの管理してるところどこなの、総局、営業総局か、視聴者総局の誰に言ったらいいの？誰というのは、総局長に言ったらいいの？そちらも分かる。あ、じゃあ、総局長って今誰やってるの？ちょっと私も分かりませんので、はい、私分かれへんって言って、総局長、総局長って内緒にしてるの？俺スポーツの田中って言うけど、ですから、であれば、うん、あの内部のところでですね、うん、そんなお話していただきますね。だから総局長の内線聞いたらいいな、ちょっと外からほんなら、ね、ちょっと聞いてみるわ。っていうかさ、ちょっと今、聞いてる限りさ、今もそうだけど、ちゃんと対応しろよ、これ、本当。いやいや、受信料を取りに行って、聞いてるんだから。いや、お互い、状況はどのお客様か分かりませんですし。いや、じゃなくて今、お客さんの話じゃなくてさ、NHK の番号かどうかから俺も知りたいんや。今君に聞いたらこれは NHK の番号であることは間違いないやろ、うちの会社なんやろ、要は俺も責任持って対応せなあかんねん、これ要は、お前うちの出演者お前それでもへそ曲げて出へんなと責任取れんのか、ほんなら申し訳ないですけど、お前というふうに呼ばれる筋合いもございませんでした。おお、筋合いないやって、ほんなら何千かけてこいよ、ほんなら今からいただけるから、そういうかけてこいよ、ほらお前、ほんなら俺 NHK の番号かどうか知りたかったんや。お前それ間違いなく NHK の番号やんやろ。だおかけになっているものがそこに関わってるわけですよね。ちゃうんよ、この050の33は詐欺師がかけてるのかうちの会社が委託してるか知らんけど、どっちかまず知りたがってんねん、これ。そうですか、分かる。ちょっと一回お待ちいただけますか。もしもし、間違いなくこれふれあいセンターですね。やっぱりうちの番号なんやろ、やっぱり。そうですね、はい、ちゃんとこれちょっとちゃんとしろよ、頼むぞほんま、ちゃんとしろっていうのは今ちょっと自分でかけてみいな。いや、そのですから今かけたら繋がらないのよこれ。それをなんとかしてくれってお願いしてんの俺、単純に、はい、でどこに聞いたらええにやったら消費者総局に言ったらええにやろってことやな。そうですね、管理してそうだね。うちのほうの部長から言ってもらうわ。そうですか。はい。お前何してお前ね。私は藤原と申します。藤原、田中博士や。田中スポーツの田中博士や。ええ。おう、あの内政3715や。はい。おう、なんか文句あったら言っとこい。俺もお前の藤原お前の対応して、まあ、正直腹立っとるわ。まあ、うちの視聴者お前、あの視聴者、出演者お前、これで演奏曲げてお前、うちの番組出えへんだったらお前責任取るよ。個人的な方だから文句あったらかけてこい、お前もかけてあるから、私お前5875でええんやな。いやいや、お前何もやないぜ。おかけいたしませんですし、そういったことではないですよね。だからちゃんとせい言うてんねん、お前ほら今050に電話してみんや。俺お前昨日からどんだけお前出演者に文句言われてる思ってんねん。
は分かりますが、うちの番組でほんな影響出たら、お前の上司に責任取ってもらうかええわ、もうほんなら。そうですか。おちゃんとしとけよ、お前、そんなもん、お前。今、お前の対応聞いてて分かったわ、お前。一番影響めちゃくちゃやな、お前。じゃあ、後で言ったるわ、ちょ、待っとけ。ということで、NHK のディレクターのふりをして、電話してみました。以上です。